第69回日本選手権競輪、準決勝で王者浅井康太が失格、平原康太が落車で姿を消すと、名古屋決戦は復活を期す深谷智弘とダービー連覇を狙う新田雄大の前に、あの魂の男が立ちはだかった。村上義弘の4度目のダービー制覇で幕を閉じた激闘の6日間、その舞台裏に密着した。